龍が如く男女二人で実況プレイ。あか。ああ、女子高生にいじめられてるかこれもしかして。マジかよ。ねえ、おじさん、暇？怖え。これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。怖え。どういう意味だ？親父狩りや、親父狩り。借りよこせ。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、さや。さや、すぐに見つかるって、行こう。さや、ちょっと。伊達さんの娘か。怒ってる。お父さんがいたらいいから娘がこんなことそんなことになったわけや。かしこまったなあ。めっちゃかしこまったな。でも怒ってるよ。伊達さんは知ってるのか。は？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの。お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしない。関係ないでしょ。ひゆちゃんは高いよ。ちくりかけちくりゃいいじゃん。逆にとにかくお金が必要なの。ほっといてよ。みんな金かいな。どこもやっぱりなあ、世知辛い世の中だな。なんてこったい。バイトすりゃ金なんかもらえっからな。ほんまじゃ、ほんまじゃ。おじさん、さやの味方？多分な。そっか、実はね、さや変な男にハマっちゃってんだ。あら、翔太郎か。名前がやばい。なあ、チャンピオン街のシュラックってバーの。へえ、それで？なんか金のかかる男なんだって。それであの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子やばいかも。おじさん強いだし、サヤのやつの父さんの友達なんでしょう。なんとかできない？この頃言ってることも罠間違っちゃいない。罠、びっくりした。翔太郎っていう名前がでもやばいよな。まあ確かに偽名っぽいなあ。うん、あー、右ね、右。あー、すげえ遠い。まあいいや、まっすぐ行くぞ。右ハマってる男が俺ゆうややったらどうしようって一瞬思ってるんだ。そんなバカな。それはそれ嫌だけどね。ゆうやだったらでもバーって言ってるからな。そうやな。これゆうやだったらもう完全にキリュウさんとゆうや殴ると思うよ。おめえにはみゆがいるだろうが。バカ。そうみゆちゃんいるでしょうよ。ここな。ここね、ここね。あ、ごめん。お、いた、シュレック。ダンって言ったな、今。入りまーす。曲。でーん、でーん。あの。あの、お前か。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？あー。友達だ。そうかい。で、注文しないのかい？そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いもの当ててみな。どれだ？ 40 年。年代物やな、さや。年代物でいけ。謎2003香りのブレンド。ガタガタ言うな。40。ふう、わかりやすい質問だな。ボームは40年だ。ま、わかりやすい質問だったか。そうだよね。ま、この街にもおそらく1本しかない蝶のつくヴィンテージだからな。なんせ俺も飲んだことすらないんだよね。気に入ったぜ、教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターが立ってみせた。ゆうやで決定かな。この町一のホスになるんだと。翔太って名前でいるはずだよ。翔太か。翔太くん、まだ違ったか。ゆうやじゃなくてよかったよなあ。ああ、しかしながらクイズ には正解しちゃった。一発正解してた。正解しましたね。やっぱ年代物で行った甲斐があったのかな。正解しました。俺らすごない、うん、ありがとう。そしてスターダストに行けと。そうだよ。スターダストもまためっちゃ遠いって。確かおかみさん、タクシーないもんな、ここ。スタートして、スタート。はい、ほら。ダスト遠いな。だってセレナの目の前やもん、スターダスト。そうかそうか。タクシー使うじゃん。いや、行っちゃうか、徒歩で。はい。ダストどこや。ダストやっと到着。どこやな。おいおい、翔太出せ、翔太出せ、こら。おっと、ゆうや。あ、キリュウさん、いらっしゃいませ。お一人ですか。いや、翔太ってのが来てるか。ええ、翔太なら。ドイツや、顔見せろ。つら貸せ、ボケ。なんかイケメンっぽいぞ。指さすな。イケメンやな。イケメンっぽいぞ、これは。あ、ちょ、伊達さん、いくつから起きてたの。伊達さんか。伊達さんかって。え、お父さん。お客さん、困ります。どげ。お父さんって言ってるやんけ。大丈夫。さや、お前、こんなとこで。こんなとこで何を。
今さら父親面、今日だって約束すっぽかしたくせに。そりゃお父さんはいつもそう。あった、何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。さや、帰るね。さやちゃん、さやちゃん娘寂しいんだよ。おい、お父さん、お父さんの代わりにお酒を飲みますか。またまあまあ、お父さんボウなんとか40年。あっ、さやちゃん。さや、やばいやばいやばい、なんでこんな怖い街なん、新宿って。あんた、いやいやいや、そんなバカな新宿話して。せい、おい、何やってんだ。恐ろしすぎやろ。その子から手離せ。ん、この女はな、うちの会社に借金。マジかよ。借金してたんか。借金、そこまで言ってた。この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれ。借りた金返さねえって言うから、体で稼いでもらおうってわけ。来たよ、いつものパターン。ホステスになっちゃえばいいからよ。おっさんも買ってくれや、伊達ちゃん。警察です。警察、伊達ちゃん。お父さん、あ、それ強いやつ。あ、ナイス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 。飛び蹴りしろよ、飛び蹴り。覚えちゃったから。ドロップキックでしょうが、あんた。お前、なんでここに。気づいてなかったんかい。気づいてなかったか。伊達さん、伊達さん、話は後にしようぜ。そうだな、うん、やっちまおう。ただそれ死に飲もうぜ。お、いいねいいね。ああ、まずビール瓶のあの蓋を取りに行こう。蓋じゃない、蓋ですか。ビールのあれ持ってるやつ。あ、でもここは、あ、どすってんな。あ、どすか。ここはここはでもスターダストの看板もあるからね。そうよそうよ。いやいや、あ、こいつ体力やたらめったらあったぞ今。この野郎、痛い。よしよし、あ、スターダストの看板来た来た。おかるさん、じゃあこれを持つんだ。それだー、いったれー。あ、痛い痛い痛い。ナイスー、黒田を一撃で葬り去る。この時大きい大きい。いやいや、伊達ちゃんも戦ってるで。よっしゃー、よし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 。あ、来た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 、キルちゃんの来た。キルちゃんちょっとね、おちゃらけてるんですよ、そこら辺。いけいけ、やったれ。ダメなんだよ、そういう。あー、ちょっとその手前のやつね、その赤い服着たやつ、そいつがボスやからね。あ、スタンガー持ってんな、こいつ。あ、マジでマジで、うん、お前お前、気をつけろ。投げろ投げろ。オッケー、いいよ。で、看板持って必殺パンス、そいつだ。オッケー、いいよ。うおー、慣れてる慣れてる。よしよし、いいよいいよ。かなりうまいよ、今回の戦いは。痛い、痛い、この野郎。すげえ、エスケープマスター。これだけのスタンガン。お前のスタンガンだ、この野郎。お前が落としたスタンガン。違う違う違う。えい、えい、すげえ。で、踏め踏め踏め。よしよしよし、必殺使えるからね、必殺。オッケー、よし、使いきった。出なかった。ナイスパンチ。順調に勝ったやん。うまいじゃないか。珍しいぞ、これは。おかめさんにしては。伊達ちゃんがいたからな。やっぱ伊達ちゃん効果でかいね。伊達ちゃんにも言ってたから、あいつら。また店の前でやってくれましたね、キリュウさんって感じやな。ほら、あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。伊達ちゃん警察でしょ、あんた。そうですよ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど。マジか。大丈夫ですか、マジか。一緒に行けよ、そこは。なあ、これは伊達さんと前の問題だって感じで行かんかったんちゃう。じゃあ、まつげ長いね。これはあの人の問題だ。とりあえず一回セーブしますよ。セーブしますか。いい戦いをしたのでね。素晴らしい戦いやってね。じゃあセーブしますか。はい、いよいよ。セーブも終わったことで、私に交代だ、はい。伊達ちゃんのとこ行ってくださいよ、伊達ちゃんのとこ。伊達ちゃん。大丈夫ですか。むせたよ、伊達ちゃんって言ったから。キリュウさん、翔太が言ったの。うん、町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。来たよ。てめえの命欲しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない。そうだ、うん、伊達さんだ。お父さんだぞ。ねえ、キリュウさん、
私、お父さんが心配。その待ち金の場所わかるか？ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。見せてあげないとね、お父さんの。いよいよ。勇姿を。これそういや父とここっていうあれやったから。あれなんか違った。あ、父と子のいろんな話。いろんな父と子の話をしてくれてるわ。オムニバスね。オムニするわこれ。よし、ピンク通り行くぞ。右ね。はい、右です。けそうかそうか。そういうことやったんか。なるほどね。だからもう完全にこれは。はいはい。あれですわ。感動ストーリーを。うん。とりあえず見せとけっていう感じです。そうだよね。行く行く行く。さあ皆さんハンカチ用意してくださいよ。ハンカチ。あ、ごめん、何もせんといて。ティッシュくれた、やったぜ。そんなことしてる場合じゃない。そうじゃ、俺はさやに伊達ちゃんを見せるんだよ。そうだよ。伊達ちゃん頑張ってるからね今。お父さん頑張ってますよ。伊達ちゃん多分今ボコボコにされてるね今。そうだね。お前が逆に金でか体で払うんか。お父さんどじゃあスターダストで働かないか。そう、お父さんスターダスト。伊達です。こんばんは、伊達です。そう皆さんこんばんは、伊達ちゃんです。あ、そこやな、花形ビル到着。そこだね。おら、あー伊達ちゃん痛いです。お前ねえ、あんた翔太やん。さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。あーもうグルね、こいつもね。こいつもクソ。店の付けが20、俺が建て替えたから利子と合わせて400。どんな感じやそれ。うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ、バカな。払えないんだったらさやちゃんしょうがないでしょ。あ、あっ、おい翔太、何やってんだこら。売り物だからな、翔太は。ポリス。こいつ。サツか。サツか。へえ、四か。丸棒じゃねえか。マジか。やべえじゃねえかよ。まあ待てよ。お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらさやの借金チャラにしてやるよ。できるわけないでしょ。いい話だろ。話にならねえよ。おっ、どうがってんじゃねえよ翔太。なんで薄情な親父だねえ、あんた娘大事じゃないの。大事だ、大事に決まってんだろ。さやには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はさやの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあさやはどうなってもいいんだな。あ？あんたはさやより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、なんという、さすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達。桐生ちゃん。友達かっこ桐生ちゃん。俺の友達。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。来たよ。お父さん。なんだってめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。まあね、グル多いね。グル多いね。バーサス翔太やっちまえ。こんなやつナイフ持ってます。マジでサバイバルナイフ。そう、結構いるやないか。ほんでよ、伊達ちゃん、まあ、も一緒にいます。ナイス伊達ちゃん。よし、奥田はとりあえず一撃でやってからのジムイス。あ、ちゃう。あ、痛い、ドス痛い。ドスかお前らも。お前らもドスでか。いや、翔太だけだな。翔太だけか。まあ、貸しとけ。まずはこれだ。そうだ、それだ。まずはこれだ。痛い。翔太からまずそれ奪え。で、ボーンってやって。痛いわ。何やの、お前、その武器を。痛い、ちょ、待て。起きて。早起きて。おい、大丈夫か。なんでじゃないのか。痛い。伊達ちゃん。え、じゃあ、後ろから。え、ちょ、ちょ、ちょ、伊達ちゃん。あー、痛い。こいつ、なんか、ロックロック半端ないぞ。頑張れ。出た。あ、ドス。どこ見てるパターンやこれ。よしよしよ。
パン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 、ナイスナイス、パンパンパン、裏切りでパン、オッケーオッケー、パンパン、オッケー、こかせないこいつを、ねえ投げろ投げろ、こいつこかせん、投げる、あれや、踏むことすらできない、こいつらは、あ、本当に、あ、掴むことすらできない、起きた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 、ほら、なんか全然掴めへん、伊達ちゃん、翔太を殴れよ、お前、伊達ちゃん一番恨んでるやろ、遠いとこからいない、違う違う違う、余裕、キリュウちゃん、キリュウちゃん、遊んでない、頼む、キリュウちゃん、誰もいない、妖怪いないから、そこにはキリュウちゃん、伊達ちゃんが倒れちゃったキリュウちゃん、キリュウちゃん、ナイス椅子ナイス椅子、いや、キリュウちゃんなんか妖怪見えてるっぽい、ドロップキック、だって俺の友達って言われてたもん、あ、そっか、俺の友達キリュウちゃん20が400だって、冗談にしても笑いやしねえな、いいえ、証文出せよ、わあ、脅されちゃった、逆に脅しちゃった、うん、借りができたな、キリュウ、お友達だからね、お父さん、普通の女子高生なんだな、そうしてると、やだ、ジロジロ見ないでよ、出たお父さん、よし、しょうがない、これは、俺はダメな親父だ、10年前お母さんとお前から逃げ出した、だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる、でもな、それでも一つだけ約束してくれないか、自分をもっと大切にしてくれ、さやが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ、それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら俺が守ってやる、お父さん、ええやつ、伊達ちゃん、分かった分かったから泣かないでよ、キラキラしてんなそして去る、キリって感じやな、うん、バイならバイバイ、いやー、お助け屋さんやな、キリュウちゃんは渋かったね、おはよう、伊達君、課長、何か、ああ、ちょっと話がね、意地悪そうやな、これは何のお話でしょうか、10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた、二度目がないことは分かっているね、ええ、まあ単刀直入に言おう、はい、今君が調べていることからすぐに手を引くんだ、100億円のマジか、どの件でしょう、交渉の余地はないんだ よ、 だよ、ね、知ってんのって話や、うん、今すぐ手を引きなさい、話は以上だ、失礼します、おい伊達くん、こいつ知ってる、これら警察も絡んでるってこと、そういうことだ、ほら今のが伊達刑事かね、はい、どうだ、いいかかな、須藤君、誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは、そうだ、依頼主は明かせないが捜索願いが出ている、何何、上から直接頼まれた異例の任務だが、一家で引き受けてもらえないか、はるかちゃんを誘拐した犯人ってなってんの、キリュウちゃんがね、多分、おっと、なんかいろいろさ、冤罪が、冤罪やな、ねえ、冤罪背負い込んでますな、そうじゃない積み重なってるじゃないですか、第7章竜と恋、恋、うん、恋って読むやったっけ、恋ですよ、オッケーオッケー、タイかと思った、タイじゃないな、キリュウ、おい、キリュウ、こいつを見てくれ、おこれは、おえ、なんか焼けてない、殺されたっぽくない、なあ大丈夫